毎度、金太郎です。毎度、大志です。はい、喋って。はい、本日はですね、前の動画で、まあ、ちょっと1ヶ月以上前の動画なんですけど、金太郎が子猫ちゃん買うたんで、それの動画上げたんですけど、まあ、そこでちょっと名前とか募集しとって、その報告動画上げてへんかったから、今日は久々に。名前は何に決まりましたか？ゆきちです。ゆきちゆきちくん、めっちゃ DM とか来んねや。うん、あの、何をやらになったんですかって。うん、だからYouTube 出そうと思ってたけど、ちょっと休んでたやんか。うん、だからせっかく YouTube 出すから、うん、と思って。せやな、今日はちょっとな。そんな、なんか、見てろ。そう、ゆきちです。名前をちゃんとな、あの、やっぱいろいろ応募してくれた人とか、考えてくれた人もおるから、うん、ゆきちくんに決まりました。ありがとうございます。ありがとうございました。でもだいぶ大きなったね。ちょっとこう、見せてや。うん、今な、こいつな、最近おとなしい。抱っこさせるようになりました。でもカメラがめっちゃ嫌いで、うん、めっちゃ嫌がるね。動画でちょっと分かりにくいかもしれないけど、だいぶでかなったよな。そう、どのぐらい大きかった？今体重とか分かる？体重 2.5 キロぐらいある、うん、でもだいぶ やっぱあのだいぶな、うん、動画嫌がん、その写真とかめっちゃ嫌がんねん。なんか分かるんかな、撮られてるの。うん、分かる。ほら絶対 こっち向けてこっち向こうとするの。ほら、じゃあ俺が抱っこしてあげよう。よいしょ、かわいいなぁ。でもめっちゃ大きなったわ、これ、ほんまに。ちょっと前回の動画とちょっと比べたら、こうやってやったら。嫌なぁ。ふぅーって言ってるわ。危ない。引っかくんちゃう。パンチされる？よしよしよし。じゃあね、これの動画やったんだよ。自分が見えるから嫌なんかな。うん。うん。そう。でも猫ちゃんにしたらさ、うん、めっちゃおとなしい方ちゃう？めっちゃおとなしくなった。なった。うん、動画とか撮ってなかったら、うん、めっちゃちゃんと抱っこさせるもん、ずっと。トワイトとなんか分から警戒するんかな。うん、そうやと思う。待って。上、手の上に手置いてん。あ、いや、なって、猫吸気持ちいい。結構もう遊んでるの。家はあんまおらんから。うん、まあ、せやな、毎日おるわけじゃないからね。こいつを見に一回は絶対帰ってくる。うん。可愛さがな、うん、やばいね、ほんまに。伝わらんねんな、写真とか動画でめっちゃ可愛くない？いやでもお前がな、動物嫌いのお前がこんだけな、うん、そう、猫を愛してるんはええな、ほんまにやばい。なんでゆきちかっていう名前ね。あ、そう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 、なんでゆきちくんな。まあファンの人が結構選んでくれた。まあいろんな人が言ってくれて、うん、何人か、うん、ゆきち 4,5 人にゆきちいんちゃうみたいな感じ言われて、うん、でまあゆきちが一番多かったし、うん、プラスまあゆきち一番多いよ、絶対嘘や。いや、ほんまやで、ほんまやで、ゆきちが一番多い。絶対俺なんかコメント欄見た時、銀太郎とかマリオってめっちゃおもろかったけど、銀太郎な銀太郎か。ゆきち、こう見て通りめっちゃ高い猫やね。うん、見てたらいや分からん。まあ、最近めっちゃペット高いからな。猫ちゃんめっちゃ高いからな。大志が俺警戒してるわ、今日は。どこで帰ったんやね、大日に思われたけ。そう、いいよ、うん、大きなったわ、うん、でもやっぱり動画やとでかく見えるけど、うん、あったらちっちゃいからな、実際めっちゃ。でも子猫の時これ知ってるからさ、うん、めっちゃ大きなったなって動画見返したら思うな、うん、で、ゆきちなんはまあいたら高かったし、うん、で高かった、ね、値段がまあいや結構高かったで、うん、犬と同じぐらいするよ。いや今猫ちゃんめっちゃ高いでな。高い高い。しかもコロナで特別高かった、うん、コロナでも値段上がってるってもあるし、うんうん、でもやっぱ俺大阪人やからさすがの俺は、うん、しっかり握り倒したけどな。猫ねぎんなよって感じやけど。いや俺も握ったで、あ、ね、握ったね、ねぎったね俺も。あ、そうなの、うん、いやでも結構みんなやると思うで。あ、そうなの、うん、それはな、やっぱりめっちゃ大志のこと見てるわ、気になって、うん、いややな、俺がおったら普段一緒におらへん人がやっぱおったらちょっとOK、あれなんやな、うん、ぴっかりだね。顔されるの、こうやって抱っこさせろや。顔してくる、顔こうやってやるな。引っかけ引っかけ。じゃマジで引っかけてほしいで、引っかけへんの？引っかけへん、俺の絶対引っかけ。パンチはしてへん、しろよ、うん、かわいいなって感じですね、うん、漢字で名前が決まりました。まあ、うん、まあ、あとはちょっと、あ、そ、ちょっとこいつを、うん、こいつの可愛さをちょっと見てもらおうと思って、うんうん、まあ名前はまあそんな感じで、ゆきちになりました。まあ値段したし、やっぱちょっと、うん、
いい名前出てあった、うん、ユキチがすごいしっくりきたから、うん、オスやしな、うんうん、いやでもこいつのファンがめっちゃ多くて、うん、意外にやっぱ SNS からやっぱり、うん、ユキチインスタグラム作ろうかなと思ってるんでめっちゃコメントとか来んねや、うん、そう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 、だからやっぱみんな動物好きやしな、うんうん、今言ったらコロナとかで、うん、言ったらこう おうち時間増えてるしな、そう、うん、DM 時間がめっちゃ多いやんか、うん、だからいいかなと、ただ K がめっちゃ抜けんねんな、うん、やっぱ抜けんねんや結構、抜けんねんめっちゃ、うん、遊ばせようかちょっと、うん、ちょっとお前が黒くて、うん、ユキチが白いお前めっちゃ黒そう、はい、あかわいい、やっぱ好きなんやな猫は、ね、猫じゃらし、これ飽きへんのかな、神経いいからか、うん、手かわいい好きなやな猫じゃらし、この猫タワーも前なかったけどこうだ、これこいつのために買ったって一番高いとりあえずそこの店で一番高いでもまだ赤ちゃん怖いん、あそんな慣れてはないんか、うん、やっぱ普段はまあまだ使いこなせてないけど、これ猫タワーで遊ぶって感じなの、全然使いこなせてない、頭黒く見えた動画で見たりする、綺麗じゃない背中とか、尻尾がめっちゃ伸びたなっていうふうに思うな、はい、これねえやったってはいや触らせてんからイライラしてくるんじゃん、せん怒る、目はあるで、もう入れるか、入れるかい、性格的にはどうなんこの子、性格、うん、元気やなめっちゃ、まあ、元気なめっちゃうまいな、最初引っかいたりとか、うん、噛んだりめっちゃしてきたけど、うん、だいぶしつけたな、うん、全然噛んだりあの引っかいたりしたでも猫ちゃんにしたらええ子ちゃうからって思うねんけどな、俺とかでもあんまシャーって言ってきたりせえへんな、全然怖いんか、いつももっと元気やのにな、うん、やっぱりカメラ回したり、そうカメラ回したら嫌がんねん、カメラ回して嫌がるとめっちゃおもろいけどでもカメラほんまに嫌がんねん、なんかやっぱり撮られてるやられてるってわかんねんやろな、うん、いつもどういう風な感じだ、それもうずっと抱っこしてるよ、いや、いつもおとなしいんか、かわいい肩に乗ったりせえへん、肩に乗ったら嫌なの、怖いのカメラあったら、遊んで、あ、下行った、反応すんねんなやっぱり引っかけ引っかけ引っかけ、え、待って、タッチして、タッチタッチタッチ、よっしゃかわいい、まあ、今日はこんな感じで、うん、ゆきちくん名前決まって、まあ、報告もしてへんかったし、うん、まあ、ちょっと大きくなったから、これからちょいちょいな、まあ、動画で映していけたりしたら、うん、またファンの人で猫好きな人もいっぱいおるからな、うん、面白ゆきちファン欲しいな、欲しい、じゃあ今日はそんな感じでいいかな、はい、うん、じゃあゆきちファンです、はい、バイバイ、チャンネル登録よろしくで、ありがとうございました、チャンネル登録お願いします、はい、よろしくお願いします。